これは実際に体験したお話です。僕はコンビニで動画のネタを探していました。ふと横を向くと、僕は彼女に一目惚れしてしまいました。我慢できなかった僕はすぐに彼女を家に連れて行きました。僕の名前はザワッチです。私は生クリームプリンと言います。これからよろしくね。はい、こちらこそ。その日から僕と生クリームプリンさんはずっと一緒だった。食事中もお風呂も寝る時も僕と生クリームプリンさんは永遠に一緒だと思っていた。だけど悲劇は突然やってきた。なんでそんなこと言うのさ。もう私には時間がないの。僕たちずっと一緒にいようって言ったじゃないか。賞味期限。え？賞味期限があるの。私があなたといられるのはあと一日だけ。そんな。どうせこのまま死んでいくなら最後に好きな人に食べられたい。生クリームプリンさん、ザワッチさん、私と一つになって。その夜、生クリームプリンさんと僕の生クリームは一つになった。ありがとう、生クリームプリンさん。その日、僕は夢を見た。僕と生クリームプリンさんと僕たちの子供が一緒に遊んでいるところを。っていう夢だった。夢を近い。